はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマはこちらという形になるんですが、天正剣王少年施設という形になります。天正剣王少年施設というのはどういう風な形になるかということになるんですが、天正という時代に、いつか天正という時代に、剣王、つまりヨーロッパに派遣します。少年施設を要するに派遣しますという形になります。ここでキリスト教徒たちはどういうふうな形をしたかっていうと、要するに少年たち、いいですか？少年たちをキリスト教の素晴らしさを知ってもらう、いいですか？キリスト教の素晴らしさを知ってもらって、要するに日本全体に対して布教活動をしてもらおうというふうな形をしたので、ぜひうちのところで留学してもらえませんかというふうな形になったのが、天正剣王少年施設という形になります。ところがです。これがキリスト教迫害に対する決定打になるわけですね。はい。で、これ実はあんまり書かれてないんですが、伊藤万寿、中浦ジュリアン、原丸智の、そして千々岩ミゲルという4人になるんですけれども、実は伊藤万寿でも中浦ジュリアンでも要するに大事なのは、本当は千々岩ミゲルが一番大事なんですね。千々岩ミゲルはですね、天正剣王少年施設としてヨーロッパに送り込んで、よりヨーロッパにキリスト教を学びに送り込んでですね、あるものを目にするんですね。奴隷制度を目にするんですね。千々岩ミゲルさんは。それで、千々岩ミゲルは、ちょっと待てと。これはキリスト教を布教をやった侵略目的であるっていうことに気づくわけなんですね。で、この千々岩ミゲルさんは、ヨーロッパにいるときはずーっと黙っててですね、ずーっと黙ってて、日本に帰ってきた瞬間、私はキリスト教を捨てます。で、私はキリスト教を捨てますって言って、九州全体のところに対してっていうか、自分ところの大名に対して、まずいと。キリスト教を要するに信仰するのはまずいと。イエズス会の信仰目的は要するに日本に対する侵略行為であるというふうなことを言うわけですね。そこで実は千々岩ミゲルさんは暗殺を何回も受けてるということなんですが、まあ一向に意見を曲げずに、最終的には要するに日本全体でキリスト教が広まることがあんまりなかったよというのはそういう事情があるわけなんですね。つまり実際は天正剣王少年施設というのは、天正剣王少年施設っていうのは、ヨーロッパって素晴らしい国だよ、キリスト教ってこんなに素晴らしいんだよっていうことを伝えたかったんですが、要するに千々岩ミゲルが奴隷制を持っているっていうヨーロッパの事情を見た瞬間にですね、これは違うと。これはダメだというふうな形になって、まあ結果的にキリスト教が広まりにくくなってしまったというふうなのが、実はこの天正剣王少年施設という形になります。まあこれは学校の教科書には書いてないですけどね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。